MTB 的場です。レールガン3期めっちゃ面白かったです。お久しぶりです。ちょっとね、通常営業がありがたいことに始まりまして、動画の更新がやっぱりなかなかできなくなってしまったんですけども、ちょっとずつ出していければなと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。はい、今回はですね、2000円台で買うことができ、比較的手に入れやすいもので、ウイスキー初心者さんにお勧めできる美味しいウイスキーを3本紹介させていただきます。ぜひ家飲みをする際やバーで飲むときの参考にしてください。前には1000円台で飲める美味しいウイスキーというのを紹介させていただいたんですけども、今回はそれを2000円台まで引き上げます。前もね、ウイスキーがどれだけコスパがいいのかという話をしたんですけども、2000円台にしてもまだまだ安いんです。ウイスキーはだいたい1本 700ml なので、1杯を 30ml で取ると約23倍取れるんですね。なので仮に1本2300円やとしても1杯100円ですね。そしてやっぱり2000円台まで上げると選択肢がめっちゃ増えます。ありすぎてちょっとおすすめを出すのが難しいぐらいなんですけども、今回は、先ほども言ったように2000円台で買えて入手しやすくてウイスキー初心者さんにもおすすめできる僕の好きなウイスキーを3本紹介していきます。では今回紹介する2000円台のウイスキーはこの3本。1つ目はシーバスリーガル12年、2つ目はジョニーウォーカーダブルブラック、3つ目はアードモアレガシー。ちなみにこの順番で癖が強いです。癖があまりない、ちょっとある、まあまあある、結構あるかな。癖っていうのは、スモーク感であったりとか、少し薬っぽいと言われるようなセイロガンとかに例えられることがありますかね。そういう香りのことなんですけども、この順番に 1,2,3 の順番に強めになってます。はい、では1本ずつ紹介していきましょう。まずはじめはシーバスリーガル12年、スコットランドのウイスキーで、いわゆるスコッチウイスキーですね。ウイスキー界ではもう超有名ボトルです。まあウイスキー好きなら通らない人は絶対いない、スコッチの代表格ボトルです。もうスコットランドウイスキーとは、スコッチとはもうこれっていうぐらいのボトルなので、もし飲んだことがないという方がいましたら絶対一度は飲んでみてください。ちょっとアニメバーのマスターっぽいことを言うとですね、このお酒は広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、2002年ぐらいのアニメですかね、その作品に出てくるんです。ちょっと渋めなおっちゃんで、パソコン詳しいマンの石川というキャラクターが出てくるんですけども、この人が飲んでるカットが、まあ、飲んでるというか、まあ、一緒に出てくるシーンがあるんですけども、知らなかったという方は、ぜひ探してみてください。広角機動隊 SAC です。で、味わいとしてはその渋めの石川が飲んでるイメージとはちょっと違うんですけども、ふくよかな香りとスムースな飲み口でとっても飲みやすいウイスキーです。バニラやヘーゼルナッツを思わせるような甘い香りと、リンゴと蜂蜜のような、もうこれもまた甘めの余韻が続く印象ですね。おすすめの飲み方はストレートやロック、水割りやソーダ割りにしても美味しいです。少し香りや味わいが優しめなので、僕個人的にはソーダ割りや水割りにするときは少しいつもより濃いめで作るのが好きですね。ぜひ試してみてください。はい、次2本目はジョニーウォーカーダブルブラックです。こちらもスコットランドのブレンデッドウイスキーです。ジョニーウォーカーってね、聞いたことある方もいるかもしれないんですけども、まあ、一番有名なのは多分このジョニーウォーカーブラックラベルかな。あとはゴールドラベルやプラチナラベル、グリーンラベル、ブルーラベル、もうちょっと価格帯の安い、赤ラベル、レッドラベルとかもありますね。ですが今日はこのダブルブラックの方を紹介していきたいと思います。このジョニーウォーカーというと、まあ、こちらよりこちらの方がベーシックなラインにはなるんですけども、しかも両方2000円台ぐらいで買うことができます。何が違うのかというと、ダブルブラック、こちらブラックというだけあって、こちらの方が少し癖を強めに作ってあります。こちらもね、ややスモーキー感、まあ、ちょっとした癖を感じることができるんですけども、それをさらに力強く表現したものがこのダブルブラックとなっています。まあね、正直好みにはなるんですけども、まあ、個人的には僕はこっちの方が好きなので、今回はこっちを紹介していきたいと思います。なので、まあちょっと強いの微妙かな、癖強いの微妙かなという方はこっちを選んでもらっても構わないですからね。このジョニーウォーカーダブルブラック、味わいとしてはフルボディで、少し重めな印象です。レーズンなどの、ドライフルーツを思わせるような香りや、スモーキーさもしっかり感じることができます。
あとは焼いた木の香りや、バニラなどのスパイスも感じることができますね。おすすめの飲み方は、一番はソーダ割りです。ソーダの炭酸によってスモークの香りがすごく立ってめちゃめちゃおすすめです。もちろんロックや水割りにしても美味しいです。はい、3本目はアードモアレガシー。こちらもスコットランドのウイスキー、スコッチですね。の、こちらは、アードモア蒸留所という蒸留所が作るシングルモルトウイスキーですね。この和紙のマークがね、すごいかっこいいですね。今日紹介するウイスキーの中では、こちらが一番癖が強めになってるんですけども、めちゃめちゃ強いっていうわけでもないです。まあでもね、多分ウイスキー初心者さんが飲むと、ちょっと癖が強くて飲めないっていう方も結構いるとは思います。いわゆる、ピートコーと呼ばれる、独特のちょっと薬っぽい香りを持っているウイスキーですね。しかし重たい感じではなくて、まあ、ちょっと色が薄めということからもわかるんですけども、飲み口は軽やかでキレのある印象ですね。なので少し癖の強いウイスキーに手を出していきたいなという方にはちょうどおすすめの一本やと思います。味わいとしてはスモーキーな中にシナモンや蜂蜜のような香り、飲み口はキレがありすっきりとドライ、でも飲み終わった後には、クリームのような少し甘い印象も続きます。あとはちょっと緑っぽい、なんというか葉っぱっぽい青っぽい感じも少しありますね。おすすめの飲み方はハイボール、あとはロックなどがおすすめです。ハイボールにするときは、これも個人的になんですけども、濃いめでハイボールを作るのがおすすめです。ウイスキー1対ソーダ1ぐらいで作るのが結構おすすめです。はい、今回は3種類紹介させていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。2000円台で買えて、手に入りやすいというのをテーマに、ちょっとねタイプの違う3種類を紹介させていただきました。ウイスキー飲んでみたいけど何から手を出したらいいかわからへんっていう方は結構いると思うんですけども、まだねこのぐらいの価格帯なら挑戦しやすいかと思うので、ぜひ挑戦してみてください。でもやっぱり1本丸々買うのは勇気がいるなという方は、ぜひバーなどに行ってみて1杯ずつ試してみて自分に合うウイスキーを探してみるのもありだと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。